アメリカとソ連の宇宙計画の裏には何か我々の計り知れない不気味な計画が進められていると言われる。その不気味な計画とは果たして何なのだろうか。宇宙空間や月面を目指して次々に打ち上げられるロケット、これらの宇宙船は我々が知ることのできない宇宙空間で一体何を行っているのだろうか。アメリカ航空宇宙局 NASA やソ連の宇宙計画担当者はこれら宇宙空間で行われていることの大部分を公表しないまま秘密のベールの彼方に隠していると言われる。一方、宇宙飛行士のほとんどは遠い宇宙空間で得体の知れない巨大な飛行物体 UFO に遭遇したと証言している。さらに月面では正体不明の謎の光が動き回り、人工の物体や建造物らしいものを目撃したとさえ報告しているのだ。イギリスのテレビ局はこの宇宙開発の裏に隠された不気味な陰謀を暴く科学ドキュメンタリー第3の選択を発表した。それによると、ある日イギリスの天文学者が奇怪な事故死を遂げた。事件を追ったテレビ局のスタッフはこの天文学者が NASA から極秘のビデオテープを盗み出していたことを突き止め、ついにそのテープを手に入れることに成功したというのだ。それは米ソ共同で秘密裏に打ち上げた火星探査船からの驚くべき画像だった。その背後には科学者たちによる恐るべき計画が隠されていた。近い将来、地球はかつてない大規模な天変地異に襲われ、人類は絶滅の危機に瀕している。人類の子孫を絶やさないため1万人の人間を選び出し密かに火星へ送り込むという秘密の宇宙計画が現実に進められているというのだ。宇宙空間を飛び交う UFO は別の惑星から来た宇宙人のものだろうか。1955年7月18日、米ソ英仏の4大国首脳会談で宇宙開発計画に関する国際協定が結ばれた。その半月前、不思議な記事が AP 伝で送られた。巨頭会談開催には秘密の理由がある。それはある惑星の住民から地球へ最後的警告が寄せられており、これといかに折衝するかを討議するためであるという不気味なものだった。果たして宇宙開発にはどのような謎が隠されているのだろうか。アポロ宇宙船の撮影した画面には、宇宙船が月面に作られた人工的なトンネルの中に入っていくとしか思えない奇怪なものもあるのだ。これからお送りいたしますのは、イギリスのテレビ局アングリアテレビで制作されました科学ドキュメンタリー第3の選択です。この番組はヨーロッパ各国で放送されるや、それぞれのテレビ局の電話回線がやっ切れてしまうほどの大きな反響を呼びました。なぜそのような反響を呼んだのか、語られている数々の恐ろしい出来事のどこまでが真実なのか、それはこれからご覧いただきます皆さんの判断にお任せする以外にはないのです。ロンドンにあるアングリアテレビ局では宇宙開発に関する科学ドキュメンタリーサイエンスリポートを制作していた。そのさなか、実に奇怪な事故のニュースが飛び込んできたのである。その日、私たち科学ドキュメンタリーの制作スタッフの部屋に事件の一報が入りました。最近アメリカの NASA を中心とする宇宙開発の研究に携わっていたジョドレルバンク天文台のウィリアム・バレンタイン博士が突然交通事故で亡くなったというのです。ニュースリポーターのキャサリン・ホワイトです。ここが事故の現場ですが、警察の調べによると、博士の車は急に道路を逸れて土手に突っ込み、横倒しになった模様です。
なぜそうなったのかは不明ですが、不思議なのは博士の体が肺と骨ばかりの状態に焼けただれていたにもかかわらず、車には火災の跡が全く見られなかったことです。警察も事故の原因及び死因ともに不明と発表しました。事故のあった夜、博士は何者かの電話を受けた後、郊外の自宅を出てロンドンへ向かった。だがなぜか途中の公衆電話に立ち寄り、友人のジョン・ヘンドリー氏に電話をしているのだ。私たちは博士が最後の電話をかけたロンドン国際通信社のジョン・ヘンドリー氏を訪ねました。博士は何を話したんですか？あの晩、いつもは冷静な博士が何かに怯えているかのように差し迫った口調で話していました。私に以前預けたものはまだ持っているだろうねって念を押し、持っていると言うと安心した様子で今夜取りに行くからと言うんです。それがこのテープですが、私にはこれが何なのかは言わずじまいでした。博士とはそれが最後でした。博士が死の直前まで気にしていたこのビデオテープには一体何が映されているのでしょうか。私たちはテープをかけてみることにしました。不思議なことに何の画像も得られませんでした。博士はこれをジョドレルバンク天文台から持ち出したのでしょうか。そして博士の異常な交通事故死はこのビデオテープのせいだったのでしょうか。この謎を解く鍵は意外なところからもたらされたのです。我々の制作室のデスクに公衆電話からある若い男の声で電話が入ったのです。アメリカ人らしいその若い男は名前をハリーとだけ名乗り、非常に怯えている様子で、命に関わる重大な情報があると言いました。それは例のバレンタイン博士の持っていたビデオテープに関することで、 NASA とも関係があるというのです。私はともかく彼が指定した場所で落ち合うことにしました。 OK, I'm ready。私たちはバレンタイン博士の機械な死に方についても何かを知っているらしいその男に気づかれないよう隠し撮りのカメラをセットしました。またリポーターのベンソンには盗聴用の小型マイクをつけさせ、会話の一部始終を録音することにしました。そしてついにそれらしい男が現れたのです。Colin Benson. Yes, hello. Can we talk here, or would you like to go back to the office? No, we're all right here. Listen, something I have to know. How far are you going to go on this thing? I mean, all the way. That's what I'm here for. Can you help? Oh, I can help. But we do this thing my way, okay? Okay, fine. Let's walk on a little bit, okay? I'm sorry if I seem a little bit nervous. It's mainly because I am. Nervous? Of what? Contracting a fatal case of measles, you know what I mean? Like Ballantyne. You know what happened to him? I know why it happened. And I've got to get it on record before they find out I'm over here. Say, who are they? Listen, let's just stick to me telling you what I have to tell you, okay? Okay, fine. This address tomorrow morning, 10:30. Bring everything you got. Cameras, tape machines, witnesses. That's the kind of protection I need. I'll have everything for you there. 男は何者かに命を狙われているかのように、慌ててベンソンの手の中に住所を書きつけた紙を押し付けると、人混みの中に姿を消してしまった。ベンソンと撮影スタッフは翌朝10時半、紙切れに指定された住所を訪ねてみることにしました。スタッフはその家を探し当てました。これからその時の模様をノーカットのフィルムでお見せします。Who is it? Anglia Television. Science report. Who? This is number 88, isn't it? Yeah, 88. We're here with the television crew to see a Mr.Is there an American? You mean Harry? That's it. Can we come in, please? You really are the telly. Thank you. I don't know what this is all about, but you're not going to get much out of Harry right now. Come on, lads.
Do you remember? Oh. Leave me alone. What's the matter with him? Let them away from me. You better go. Look, is he on acid or something? Oh, just get out of here, will you? Answer our questions. No, Harry! これがハリーと名乗る例の男と会う最後になりました。30分後に私たちが警察と一緒にこの建物を訪れると、もう部屋はもぬけの殻で、ハリーの姿はどこにも見当たりませんでした。ハリーの言葉から推理すると、バレンタイン博士のビデオテープは NASA や宇宙開発と何らかの関連があるように思われた。私たちは科学ドキュメンタリー制作の過程でもう一つ奇妙なことを発見しました。これは初めて月面着陸をしたアポロ宇宙船のボブ・グローディン宇宙飛行士です。そしてこちらは彼の最近の写真です。彼は月面着陸を遂げて地球に帰還した後、何かを悩むかのように次第に精神不安定となり、酒を浴びるほど飲んでアルコール中毒になってしまったのです。宇宙飛行士は大勢の中から選び抜かれた心身ともに健全な人たちなはずです。一体何が彼をこのように変えてしまったのでしょうか。グローディン宇宙飛行士は月面で一体何を見たのだろうか。アングリアテレビのスタッフは彼の月面からの交信テープをNASA の極秘ファイルの中から密かに手に入れることに成功した。そこには信じられない出来事が描写されていたのだ。ブラボータンゴ、ジェザベル、これらは何かの暗号だと思われます。しかし一体何を意味した暗号なのでしょう。極秘の更新用に設けられた別の通信回線へ切り替えることを意味していたのかもしれません。では一体何を隠そうとしていたのでしょうか。私たちはグローディン宇宙飛行士にインタビューするため、リポーターのベンソンに簡単なフィルムカメラを持たせ、アメリカのマサチューセッツに送りました。グローディン宇宙飛行士が月面で見たもの、それが分かれば全ての謎は解けるかもしれなかった。彼は郊外の別荘にひっそりと暮らしていた。Well, what I remember of Valentine is he showed up at NASA with some tape that he made. And he got pretty damn excited when they put it back in that jukebox. Jukebox? Well, the decoder. I mean, you can pick up a signal if you got the equipment, but you can't unscramble that. Without NASA's equipment? That's right. And some young guy helped him do it. You should have known better than that.Was it this man? Yeah, it could be. Yeah, it looks like him. Look, are you sure you don't want bourbon? No, beer's fine. What you're saying is that Valentine was killed because of what he discovered on that tape. Well, I'm saying nothing. I just saw the way that that those guys looked at him, and I knew those looks because they looked at me the same way. Okay, Bob. What did happen out there? The moon landing. Well, we had kind of a big disappointment. We didn't get there first.
What do you mean? Those later Apollos, they're just a smoke screen. They cover up what's really going on out there. I'm a bastard. They didn't even tell us. Nothing. Well, what is going on? Well, how the hell should I know? You asked the Pentagon. You phoned the Kremlin? After all, they were first out of space. I mean, you don't think they just gave up, do you? Give up? Bob, you gotta tell me. What is going on? I mean, what did you see? Well, we came down the wrong place. And it was crawling. Maybe, but we were all like a milk run. You see, you're talking about men from Earth? Do you think that they need all that crap down in Florida to get two guys up there on a bicycle? The hell they do. You know why we're there? To give them a good PR story for all the Hollywood they're shooting out into space. Now, we're nothing. Christ, we're nothing. ブローディン宇宙飛行士は月面に着陸した時すでに別の誰かがいたと告白した。しかもその誰かが使っていた機械類は彼らが乗っていったアポロ宇宙船よりもずっと精巧にできた立派なものだったと話している。では一体誰が月面で何を行っているのだろうか。これまでにも数多くの宇宙飛行士たちが月面近くで巨大な飛行物体に出会ったと報告している。そして火山活動は全くないはずの月面に光や煙を発見しているのだ。果たしてグローディン宇宙飛行士の言うようにこの月面で極秘の計画がアメリカとソ連の当局によって推し進められているのだろうか。国際政治研究所はロンドンに本拠を置く専門機関です。私たちはグローディン宇宙飛行士の言うように月面でアメリカとソ連共同の極秘計画が行われているのかどうかを確かめるためここの米ソ外交政策の専門家ゴードン・ブロードベント教授を訪ねることにしました。私たち専門家の間でも不思議に感じていることはあるのです。それはアメリカとソ連の間が冷戦状態にありながら過去30年近くもの長い間表立った大きな戦争が起きていないのはなぜかということです。一方アメリカとソ連の宇宙船が宇宙空間でドッキングするという華々しい行事が行われています。1975年7月アメリカのアポロ宇宙船とソ連のソユーズがドッキングした。当然その背景には米ソ両国の科学者たちの緊密な協力があったに違いない。しかし米ソ両国が表面的には敵対関係にありながらなぜ宇宙計画に関してだけは協力的なのだろう。ソユーズのドッキングもまたグローディン宇宙飛行士の言う PR のためのデモンストレーションに過ぎなかったのだろうか。Though on the broader issues of Soviet-US cooperation, there is 一般にこれまで米ソの間に戦争が起こらなかったのは両国の軍事力が均衡しているからだと考えられています。しかし実情はというと常にバランスは崩れているのです。とするとなぜ戦争が起きないのでしょう。そこには我々の預かり知らない謎の要因があると考えられているのです。ではその謎の要因とは何かというとこれはあくまで推測に過ぎませんが米ソ両国が密かに推し進めている極秘の宇宙計画のためではないかと思うのです。もちろんその極秘の計画が何であるのかは私にも分かりません。米ソ共同の極秘の宇宙計画とは一体何なのだろう。これまでに発表された宇宙開発のデータは米ソ合わせてもわずか 3% に満たないと言われている。
厳しい規制にもかかわらず表面に出てきた事実もいくつかある。1969年2月6日付 AFP 電話、ソ連の月面探測機について次のような驚くべき記事を載せた。イギリスのジョドレルバンク天文台は、月面に到達したソ連のルナ9号が月面上を移動している電波信号を傍受したと発表した。だがルナ9号は月面を動き回ることなど到底できない無人の探測機だったはずなのだ。またアメリカ NASA の科学者オットー・ビンダー博士は1969年7月16日アポロ11号の初めての月面着陸の際、2機の UFO がクレーターの縁に待機していて、アポロが無事着陸すると同時に飛び去るのをオルドリン飛行士らが目撃、これをフィルムに収めたはずだと言明している。だが公式的にはそのような事実はなかったことになっているのだ。謎を解くもう一つの手がかりは意外なところにあった。カール・ガーシュタイン博士はイギリスケンブリッジ大学の応用物理学の教授で地球環境研究の権威である。1975年アメリカ・アラバマ州のハンツビルで科学者の国際会議が開かれて私も出席したんだ。そこでは地球の未来について誠に悲しむべき結論が話し合われたんだが、その時政府関係者は真剣に取り上げようとはしなかった。しかしもう遅いんだよ。その結論というのは一体何だったんですか？それは大気汚染に関したことだった。それはかなりの大問題でしょうか？討論は秘密会議に切り替えられたんだ。もっと詳しく話していただけませんか？それは実に深刻な問題だった。それは温室効果と呼ばれる恐ろしい現象だった。地球上で消費される大量の石油や石炭のために大気中の炭酸ガスの量が異常に増加しつつある。この炭酸ガスの層のために太陽からの熱は入ってはくるが出ていけなくなり、そのために地上の気温は温室の中のようにぐんぐんと上昇する一方になるというのだ。そのため地球上は近いうちに想像もつかない災害に見舞われるに違いないという結論が出された。しかもそれはあと20年から30年のうちにピークに達し、人類は絶滅するかもしれない危機に立たされることになるに違いないんだ。過去100年間に我々人間が大気中に放出した炭酸ガスの量は360兆トンにも上る。そしてそれが今後増えこそ末絶対に減ることはありえない。今更石油を使わなくすることはできないし、人口増加もそれに拍車をかけるに違いない。するとその対策はないんでしょうか？科学者の間で3つの選択案が立てられたんだ。第1の選択案は地球の周りを取り巻く大気圏に核爆弾をつけたロケットを打ち上げ、炭酸ガスの熱い層に穴を開けて地上の熱を逃がそうというものだった。しかし核爆弾によって大気が放射能汚染を被るばかりでなく、もしオゾン層までが破壊されることになると、太陽からの有害な紫外線が地上に降り注ぎ、人間をはじめ生物が死滅する恐ろしい結果を招くことになる。そこで第一の選択案は却下された。第二の選択案は現在住んでいる都市を放棄して地底に新しく都市を建設し移住しようというものだった。だが温室効果による異常高温のため北極や南極の氷が溶け、やがて大洪水となって地底へも流れ込むに違いない。そこで第2の選択案も却下された。第3の選択案は絶望的ともいえるこの状況の下で最後に一縷の望みを託す悲壮なものだった。全人類を助けられないとすれば、せめて1万人の人間を選び出し、人類の種族を絶滅させないために宇宙の別の惑星に送り込もうというのだ。そして科学者会議ではこの第3の選択がただ一つの最も有力な案として検討されたという。そして最近興味深い学説が提唱されたんだ。火星にははるか昔生命体が存在したに違いないというんだ。火星の気候、その他の環境が悪化するにつれて、それらの生命体は冬眠状態に入り、
今もなお環境条件が回復するのを待っているというわけだ。その上、かつては生命体を維持していた大気が火星表面の土の中に閉じ込められているかもしれないというんだ。何年か前、この学説を裏付けるような事件が起こった。これは地球上の天文台から天体望遠鏡で写した火星の表面ですが、厚い雲に覆われていて、その濃度が時々変化しています。ところが1961年になって、火星上に大規模な嵐が起こっているらしい兆候が見られました。そして雲が晴れてみると、火星に著しい変化が起こっていたのです。北極の氷と思われる白い岩が小さくなり、代わりに赤道地帯に帯状の黒いものが次第に大きく膨らんでいくのが観測されました。これは明らかに植物が繁殖したものと考えられたのです。その現象が見られた2年前の1959年に、ソ連の宇宙ロケットが打ち上げに失敗して不可解な大爆発を起こすという事件があった。ガーシュタイン博士は、火星の表面に放射能を抑制した核爆弾を撃ち込むことができれば、火星の北極の氷を溶かして水を作り出し、さらに火星の土の中に閉じ込められた大気を放出することも可能だという。そして1959年に大爆発を起こしたソ連の宇宙ロケットは、核爆弾を積載していたとしか思えない大掛かりな被害と放射能汚染を引き起こした。となると、この時打ち上げに失敗したのは火星へ核爆弾を打ち込むためのロケットだったのだろうか。そして2年後の1961年には、ソ連の2度目のロケットが成功して、あの火星表面の劇的な変化を引き起こしたのかもしれない。とすると、火星は今生物が住める状態にあるのだ。だが火星に人間を大量に送り込むなどということができるのだろうか。人間を一度に大量輸送するための巨大な宇宙船を引力の強い地球から直接打ち上げるのは不可能に近いでしょうね。しかし無重力の宇宙空間から発進させるのならずっと楽になると言えます。例えば地球の周りを回る宇宙プラットフォームからですが。では月からというのはどうでしょうか。もし資材を月に輸送できれば一番可能性がありますね。じゃあ資材を輸送することは可能なんですか。何回も往復して運べばできるでしょうね。そのためにこのスペースシャトルのようなものがあるわけで、できないことではありません。ただし国際的な協力が絶対に必要になってくるでしょうね。宇宙空間での国際協力、スペースシャトルは本当は何をどこへ運ぶためにあるのでしょうか。そしてアメリカとソ連のスカイラブ、両国の宇宙飛行士はそこで何ヶ月もの間生活をしています。しかし彼らは我々の知ることのできない宇宙空間で一体何をしているのでしょうか。私たちはとかく宇宙開発競争と軍備競争を同じものとして見がちです。しかし科学者たちの密接な協力関係には、両国の敵対関係を超えた共通の目的さえ感じさせられるのです。隠されたある大きな目的を。We have a working relationship that's quite good with the Soviet Union. I'm sure it's going to continue. But the Russians. 1957年、ソ連は初の人工衛星スプートニクを打ち上げました。その年の暮れ、初めての生物ライカ犬が飛んだのです。そして3年後、ユーリ・ガガーリンが人類史上初めて宇宙空間へ飛び出しました。初の女性飛行士バレンティーナも。月への一番乗りを強力に推進したのはケネディ大統領でした。1969年アポロの月面着陸以来、ソ連は宇宙開発競争から完全に脱落したかのように見えました。そして NASA の宇宙センターからはスペースシャトルが次々に打ち上げられ、宇宙開発はアメリカの独壇場のように見えています。だが果たしてそうだったのでしょうか。
これは地球上にいる私たちから見える月の表面に着陸したアメリカとソ連の宇宙船を示す国旗です。1972年、不思議なことに月を目指したものではなかったはずのソ連の宇宙船ボストークが実はこの辺りに着陸したらしいのです。ソ連の宇宙船ボストークは月着陸用ではなく地球の周りを回るだけのものだったはずである。にもかかわらずグローディン宇宙飛行士が見た不思議な光についてコントロールセンターの管制官がまるでボストークが月面にいることを当然と考えているような発言をしたのは何を意味しているのだろう。1956年アメリカのオハイオ大学天文学部は月面から暗号電波のようなものを受信したと発表した。だが世界初の宇宙船はその1年後の1957年だったのである。1959年初めてここにソ連の無人月面探測機が着陸しました。そして10年後この地点にアームストロング船長のアポロ宇宙船が降りました。しかし私たちの調査では公式に認められているものとは違って月の裏側、私たちから見えない側に着陸地点があることを発見したのです。この隠れた地点にアメリカとソ連の宇宙船が集中的に着陸しているというのは何かの偶然でしょうか。この夏、不気味な兆候が見え始めました。干ばつがあちこちで起こり、ダムの貯水池は干上がってしまいました。テームズ川までが異常に水位を下げ、人々を不安に陥れました。世界各地で同じような異常現象が起こっています。ヨーロッパではいつもは緑の多い地域が水不足のため草や木が枯れてしまい、牛の餌になる牧草までが不足し始めました。そして穀物の収穫量は落ち込み、深刻な食料不足が心配され始めたのです。イギリスでも同じことが各地で起こり始めました。フランスでは山火事が起こり、空気の乾燥のため火は燃え広がる一方になっています。反対に北アメリカは異常な寒波に襲われ、ナイアガラの滝までが凍りついてしまう事態が起こりました。地球の気候はまっしぐらに不気味な異常気象に向かって突き進んでいるように感じられてきたのです。果たしてこれはガーシュタイン博士の予告した温室効果の表れなのでしょうか。そんなある日、スタッフルームに謎の女性から電話が入り録音されました。バレンタイン博士のビデオテープの秘密を知っているというのです。Hello, science report. Can I speak to Tim Brinton or Colin Benson? サイエンスリポートのスタッフは、電話をかけてきた女性が実は行方不明になってしまったハリーというアメリカ人と一緒にいた若い女だったことを知った。What happened to Harry? I don't know. They promised me that if I throw you off the track.Listen, Harry wanted you to have this. I've no idea what it is. Please, you've got to get me somewhere to hide. Don't worry, we'll do that. I've no idea what it is. I don't know what it does. It's a printed circuit. He said that you had to fit it to an IC something 40. Yes. And you get a jukebox. Does that mean anything? We've heard of it.And he said that you've got to play back Valentine's tape. That's all. We connected. 私たちは早速そのプリント回路を VTR に接続し、バレンタイン博士が生前に残したビデオテープをかけてみました。
その結果現れた画像は驚くべきものでした。私たちの見たテープをありのままご覧に入れましょう。これはアメリカとソ連の共同作戦のもとに極秘裏に火星に送り込まれた無人探査ロケットからの画像に違いありません。ここにはなんと火星上に大気があり、気温も環境も地球に近い状態にあることが記録され、その上火星の表面に生物らしいものが動いているところまでがはっきりと映し出されているのです。しかもビデオテープの中では日付を1962年5月22日と言っています。これは驚くべきことに、アメリカの火星探査船バイキング1号が初めて着陸した1975年より13年も前なのです。そして火星がすでに人間の住める環境に改造されているということを私たち大衆の目から隠してきた裏には、米ソ両国政府のある秘密の意図があったに違いありません。私たちはそれこそがガーシュタイン教授の話していた第三の選択であると考えています。しかし限られた1万人の人々のための植民地がすでに火星上に建設されつつあるかどうかは、私たちには知る術もないのです。一方では科学者や技術者が毎日のように行方不明になる不気味な事件が起こり始めました。ブライアン・ペンドルバリーは電子技術者として就職するためオーストラリアのシドニーに向かったはずでした。その後彼から両親に宛てての手紙や写真も定期的に届いていました。ところが私の友人がたまたまオーストラリアに行く用事があったので息子を訪ねてもらったところ、会社でも住まいでも誰一人そのような人物は見たことはないと言われたんです。不思議なことに彼の送ってきた写真の背景は確かにオーストラリアのシドニーなのですが、それらは専門家の鑑定で全て二重写しの偽造写真であることが分かったのです。一体誰がどのような方法で彼をどこへ連れ去ったのか、今もって誰にも分からないのです。考えられる限りのところを当たってみたんですが、兄は新しい就職先にも引っ越し先にもどこにも見当たらないんです。家族ごと丸々全員がこの世から消えてしまうなんてとても信じられません。
ロバート・パターソンはセント・アンドリュース大学の数学の講師でした。ところが新しい就職先へ向かう途中、奥さんと2人の子供もろとも文字通り蒸発してしまったのです。このロンドンのヒースロー空港からも一人の若い女性科学者が消えました。太陽エネルギーの専門家で将来を嘱望されていたアン・クラーク博士です。これが博士を写した最後の写真になりました。クラーク博士の足取りはこのヒースロー空港の駐車場まででくっつりと途絶えてしまっていた。今なお博士の車だけがポツンと取り残されているのだ。ここにあるのは私たちが調査した過去18ヶ月間に消えた人々の記録の一部です。他の国々でも同じようなことが起こっていると報告されています。これらの科学者や技術者はガーシュタイン教授の話していた第三の選択のために選び出された人たちなのでしょうか。彼らは一体どこへ行ってしまったのでしょう。今日もまた大勢の人々が行方不明になっています。彼らのうちの何人かはすでに火星に送られているのでしょうか。それとも月面の基地である種の仕事をさせられているのでしょうか。さて、今夜お送りしたこの番組を見て人類の未来について暗い気持ちになられたとしたら申し訳ありません。しかし私たちはここに事実をありのままにお伝えし、皆さんからの反響をお待ちしたいと考えているのです。この第三の選択は後に単行本としても出版されていますが、この中にはいくつかの謎めいた言葉が見られます。例えば、ここに語られている事柄のほとんどは事実である。だが我々はこれをサイエンスフィクションとして世に出さなくてはならなかった。そして登場人物の身の安全を図るため、すべて仮名を使わざるを得なかったとあります。でもう一つの謎はこの本の巻頭にあります剣字です。本書をアン・クラーク、ロバート・パターソン、ブライアン・ペンドルバリーの三氏に捧ぐ。たとえ彼らが今どこにいようとも、という謎めいた言葉が綴られています。でこの3人は第三の選択に登場した行方不明の科学者の名前です。これは一体何を意味するんでしょうか。私たちはこの第三の選択の作者の一人でありますデビッド・アンブローズ氏を訪ねまして、アメリカのロサンゼルスに飛びました。アンブローズ氏は優れたドキュメンタリー作家として知られている。Both on account of the film itself and on account of the book about the film. Most of those letters have taken very seriously what we meant as a kind of a joke, taken it very seriously. And in fact, some of them, with a good deal of scientific authority behind them, some of the writers of these letters with a good deal of scientific authority, have said, you know, you guys don't know how close you are to the truth. It's perfectly possible that everything in this story may be true. That this is the extraordinary thing. We did have on the program, I think the man you're thinking about is a professional scientist who was hired really to be our, to check yes. that everything that we were saying was scientifically feasible, which it is. Mm-hmm. And there's no doubt about that, that in fact the greenhouse effect is now, it's 3 years since we made the film, is now considerably more serious than it was at that time. アンブローズ氏は質問が核心に触れると言葉を濁して答えようとしなかった。だが使ったデータは全て事実だと強調したのだ。第三の選択ではイギリスをはじめ世界各国で奇怪な人間蒸発事件が数多く起きていると語られていた。果たして日本ではどうだろうか。警察庁防犯課にこれまでの行方不明者の統計を聞いてみた。昨年1年間でですね、警察で家出人としての捜索願いを受けたですね、総数ですが、約10万1300人。これは5年前に比べますとですね、7200人ぐらいですね、約 8%
の増加ということになっております。昭和41年からですね、今日まで約15年間ですね、この間にその家出人票がですね、警察庁で保管されているというのはですね、8万1000枚ぐらいございまして、ですからまあ年間にしますとですね、まあ5、6000人ぐらいがですね、まあ家出してですね、まあ所在がわからないと。第3の選択では、極秘裏に打ち上げられた火星探査船からの画像に、火星の生物らしいものの動きがはっきりと映し出されていた。果たして本当に火星は生物の住める環境にあるのだろうか。これは1975年8月、アメリカが公式に打ち上げた火星探査船バイキング1号が送ってきた火星の表面を捉えた写真である。バイキング1号は火星の上空で母船から切り離され、地上に軟着陸した無人の探査船だった。Mission control as Viking 1 touched down on Mars. We're looking good. Looking like our southwest desert. It was a typical Martian summer day. Clear, visibility unlimited.Temperature at 4 p.m., minus 22 degrees Fahrenheit. What do scientists see? The most exciting thing, the provocative thing, is the red color, oxidation and weathering of darker subsurface materials. In addition to that, the bright sky in the background with a trace of blue indicating highly scattering atmosphere with a large amount of particulate material. During entry to Mars,Scientists were surprised at finding less argon gas and more nitrogen than expected, increasing the chances of some kind of life. Nitrogen is one of those essential constituents, so this is the last barrier for devoting ourselves to looking for life and spending the time. I think this is the last obstacle, and it says that our chances are very good. I'm not sure we'll find it, but it's... 世界的に有名な天文学者カール・セーガン教授も火星での生物の可能性を認めている。 In these pictures, which have to be due...to life. Nothing, no obvious bushes, trees, or anybody else. In my view, it doesn't exclude the possibility even of larger organisms elsewhere on the planet, any more than landing at a random place on a desert and not seeing anything would give you a reliable extension to the rest of the planet. If you gave such a scene to a biologist on the desert and told him this was the Earth,and asked him to guess how many forms of organisms might exist there, his numbers would easily go into the hundreds. これは NASA が初めに発表したバイキング1号からの写真である。火星の上空は明らかに空色をしており、このことから火星には地球に似た大気が存在するのではないかと興奮する科学者も多かった。だが NASA はなぜかその後慌ててこの写真を引っ込め、コンピューター処理の誤りだったとして次のような赤みがかった写真に修正して発表した。これで見ると空はピンク色をしていて、とても地球に似た環境とは思えない。だが2枚の写真を比較してみると、奇妙なことに最初の青い空の写真の方がより鮮明でオリジナルに近い感じがする。右の写真は左の青い空の写真に赤のフィルターをかけただけのように見えるのだ。これは一体何を意味しているのだろう。1968年12月24日アポロ8号は月の軌道上で円盤型の飛行物体を目撃した直後、宇宙船内に熱線のようなものが侵入してきて熱くなり、耐え難いほどの甲高い信号音に悩まされたと報告している。このように NASA の宇宙飛行士たちが宇宙空間で不思議な物体や現象に出会ったと報告するケースは多い。1963年5月16日、
人工衛星マーキュリーに乗り込んだクーパー宇宙飛行士は、突然意味不明の言葉による交信が通信回線に飛び込んできたのを録音。後にこれを NASA で分析したが、地球上のどこの国の言葉でもないことが判明した。マーキュリーはその後巨大な UFO に遭遇。地上観測ステーションもこれを確認追跡している。さらにジェミニ7号および9号も打ち上げ直後から多数の UFO に追跡され、地上からも確認されたという。 NASA の公表したアポロ17号の画面に UFO らしいものが映っていることが発見された。月司令船に近づいてくる着陸船のはるか下の空間を白い UFO が水平飛行していくのがはっきりと捉えられている。もう一度スロービデオで見よう。白く光る円形の物体がかなりの猛スピードで画面の下から上に向かって水平飛行しているのだ。これは一体何だろう。月司令船から着陸船を見ているのだから、他に飛行物体があるはずはないのだ。やはり UFO としか言いようがない。画面を拡大してみると UFO が左右に揺れ動く不思議な動き方をしているのがわかる。よく見ると UFO の後方に白い鉱石らしいものが見えるようだ。UFO は着陸船のはるか下の方を飛んでいるため小さく見えるが、距離を計算するとかなり大きな物体らしいことが分かった。第3の選択では米ソ外交政策の専門家ブロードベント教授が、アメリカとソ連の間に宇宙空間に関して秘密の協定があり、密かに何かが行われているらしいと証言していた。だが果たして現実はどうなのだろうか。東海大学情報技術センターの所長坂田俊文教授に、宇宙空間では一体どのようなことが現実に行われているのか情報を伺うことにした。82年の6月にニューヨークで行われる国連の軍縮会議、それから8月に行われるウィーンの宇宙空間平和利用委員会へのアピールのために、今宇宙空間で何が行われているかということを12カ国の専門家が集まってですね、いろいろな討議をしたわけです。例えばスペースシャトルの利用法ですね。これは一般には宇宙空間を利用するスペースラボとか、それから新しい時代へのと言ってるわけだが、現実問題としては、あそこにいろんな兵器を搭載して、ビームを当てようとか、それから衛星を破壊してしまうとか、衛星を修理しようとか、それから相手方の衛星を取ってしまうかというような方が非常に重要な目的を持っているわけですね。それから探査衛星になりますと、地上がだいたい120キロぐらいまで降りてきて観察している、衛星になりますと、地上解像力は15センチぐらい分かるわけですね。で、地上に本当に何をしているかよく分かるくらいな衛星が飛んでるわけです。それ以外にその高いところ1000キロぐらい上空には、あの気象衛星もあるし、観測衛星もたくさん、いろんな目的の衛星がありますけど、実は衛星の数が非常に多くていろんな目的を持っているということが、案外皆さん知らないことなんです。で、現在我々が知っている範囲では約2500個、1957年以来打ち上げられているわけです。今私たちの持っているデータでは1957年以降、80年までですね、アメリカ、ソビエット、それからイギリス、中国ですね、フランス、ここら辺が挙げた軍事を目的とした衛星が調べただけでも1800個以上上がってます。それからアメリカではその月にですね、レーザーのステーションを作って、相手方に向けようというようなこともやってるし、それから相手方のソビエトがそれに対応してキラー衛星というような衛星でそれを壊してしまうとかという動きが非常に激しいわけですね。
まあ、月を軍事目的に利用するということは現実に行われているでしょうか。宇宙空間はどこの国のものでもないと、全世界の人類のものであると、それを利用するについては厳しい国際法の枠がはめられているわけですね。しかし、その網をくぐってそういう計画は立てられていることは確かです。月面にですね、もうすでに基地が建設されているというふうな可能性はどうでしょうか。それはないと否定できないですね。すでにアメリカは月着陸を何回もやってるわけですね。でソビエットも何度も月にいろんな、標的を打ち込んでいるわけです。これがいつ利用される、また我々わからない利用があるかもしれないですね。月面には人工的な構造物としか思えない奇妙な物体や現象が数多く見られる。NASA がこれまでに発表した写真を注意深く調べてみると不思議なものが多い。ここには火山活動が全くないはずの月面に煙が立ち上っている。白く螺旋状にたなびく煙の下の地面に煙の影までがはっきりと映っているのだ。これは一体何の煙なのだろう。 NASA はこの写真については何もコメントしていないのだ。宇宙開発の実情というものが一般に公表されてないということが前から言われてたわけですけれども、で、まあ、宇宙開発の最も重要なテーマであった月にですね、すでにその相当前から人工的な痕跡が見られたと。これ例えばこのクレーターは六角形の近いような形してます。これは四角なんですけれども、この六角形のクレーターの中のですね、中から煙が出ていますね。でこれはこの火口と言われているこの、穴の中からではなくて、その火系クレーターの縁に沿った何かこう建造物のようなものがここに、見られますけれども、その端の方からですね煙が上がっています。他にも煙らしいものが写っている写真はいくつもある。ここには人工の煙突らしいものから煙を吐き出しているのが見える。これもまた明らかに煙である。この写真には長さ数キロにも及ぶ2という数字がクレーターの縁に描かれているのが写っている。果たしてこのように巨大な数字が自然にできるものだろうか。宇宙空間で目撃される UFO の中には地球外文明の宇宙人のものも多い。 NASA の科学者ジョゼフ・ブルームリッチ博士は聖書時代から UFO が訪れていると証言している。私は聖書のエゼキエル書に出てくる空中を飛行する怪物についての描写をそのまま忠実に設計図に描いてみました。すると意外なことに私たちが設計したアポロ宇宙船の月着陸船にそっくりのものが出来上がったのです。このことは今から2000年以上も前に地球に着陸する宇宙船に乗ってきた何者かがいたということを意味しているのではないでしょうか。アポロ17号の月着陸船が司令船から離れていく瞬間、すぐそばまで近寄ってきた円盤型 UFO がはっきりと映っている貴重なフィルムがある。スロービデオで拡大してみよう。3つの光った球体が一体になってくるくると回転しながら画面の上から下へと飛行していく様子がよくわかる。宇宙空間では光が当たらないため他の部分は暗くて見えないが、光を発しているらしい3つの球体が回転していくのが映っている。もう一度見てみよう。3つの光った球体が正三角形をなして並んでいるのがわかる。これはアダムスキータイプと呼ばれる UFO と比べるとその底の部分についている3つの着陸ギアによく似ている。この UFO の着陸ギアが光を発しながら回転しているところが映っているのだろうか。
この UFO が現れたせいか、船内の宇宙飛行士が慌てているらしい様子が見える。第3の選択では、大気中の炭酸ガスが増加することによって温室効果という現象が起こり、そのため地球は異常気象に見舞われる。そして人類は絶滅の危機にさらされるに違いないと述べていた。だが果たして現実にそのようなことが起こるのだろうか。気象庁気候変動対策室の朝倉忠博士に聞いてみた。戦後のように急速にエネルギーを使うようになりますと、でそれもコストの安いエネルギーを使うわけですから、最初は石炭を使い、まあ、現在は主に石油を使ってはですね、そういうものを燃やしますと、どうしてもその炭酸ガスを出すんですね、大気中に。でその量がどうも最近増えてきてる。でこのまま放置するとどうなるかっていう問題になるわけですよね。だいたいそのあと20年ぐらい経ちますとね、炭酸ガスによるその温室効果が地球の気候を変えていきましてね、でさらにその 2,30 年経つと急に気温が高くなりましてね、地球上の気候が変わってしまうんではないかと。で例えば北極とか南極はですね、今よりもその10度以上上がるだろうというわけです。でおそらく南極の氷も溶けるようになりまして、で北半球ですと、まあ、グリーンランドの氷など溶けましてね、水位が上がるんじゃないかと。で仮に南極の氷の大部分が溶けた場合には都市が埋没するという心配もないことはないんですね。水没してしまうということ、はい、ちょっと東京なんか危ないですか。危ないと思いますね、はい、背景に一つ人口の問題がありましてね、で人口が非常に急増しておりますので、その食料問題というのは非常に大きな問題なんですよね。でまあ、その問題に関連して先進国はすでにその十分な食事をして、まあ、日本も外国から輸入してますから豊かな生活をして送っているわけですね。で開発途上国は人口増加の、まあ、9割近くを占めてますけども、そこは食料が非常に不足している。でその理由の大半は最近干ばつが非常に増えてきているとか、大体が半乾燥地帯で物が取れないとかですね、そういうことがあるわけですけども、その気温が仮にその 2度も日本付近上がったとしますとね、先進国の方はですね、今非常にいい気候なんですけども、その付近のところがむしろその半乾燥地帯に変わりましてね、この物が取れなくなるんではないかと。でそういうような恐ろしい気候にですね、人間の力で変えてしまう恐れが多分にあると。でそれもこの 割合短い 2,30 年からあるいは 4,50 年ぐらいの間に起こるということが出てきましてね、それでこの炭酸ガス問題というのは非常にその重要な問題になってきています。で日本はですね、輸入元のアメリカとかですね、オーストラリアのようなところが非常にその農業生産上具合の悪い気候に変わるわけですね。でそうするとね、買おうと思って売ってくれるとかなくなるわけですよ。でその時に一体日本はどういう選択を取るかってことですね。温室効果による異常気象とそれに伴う都市の水没や食料危機、第3の選択はどうやら現実のものとなってきつつあるようだ。今我々に残された選択は一体何なのだろうか。第3の選択に出てきた温室効果という恐ろしい現象は専門家の証言で事実であることが分かりました。しかし反対に地球はすでに氷河期に入り冷えつつある、そのため異常気象が起こり、今後10年以内に世界の食料事情が想像を絶するほど悪くなると予測をしている人もいます。極端な言い方をすればね、はい、去年の夏から氷河期に入ったと言ってもいいくらいですよ。少なくともそれが何百年か続くだけなら小氷期で、はい、そのまま温暖期になり損なれば大氷期で万年単位で続くでしょうね。はですからどちらにしても徳川時代の260年続いた寒冷期に
と同じものに入っているというふうに言ってもいいと思いますね。ですから去年今年と来年というふうにね、はい、やっていくと、まず東北地方というのは常時これは例外にやられますね。ですからこれはもう当たり前なことになるわけ。だからヨーロッパがやられるでしょ。大体あのスカンジナビアなんていうのは前の氷河期には氷の塊だったところですから、そこが、今度はまたやられるから、大体フランスのような穀倉地帯が収量をガタンと落とすっていうね、そういう事態がこれ全世界的に起こりますね。それから氷河期型になるとかえって暑くなってダメになるとかなんですよ。例えばアフリカもそうだし、インドもそうだし、中国もそうだし、それからオーストラリアなんかもどちらかというと干ばつになって暑くなって、で収量が落ちる方向、もう全世界的に大体同じですけどもね、はあ、まあ、日本で言うならば徳川時代っていうのは2700万人住んでたわけです。鎖国だから増えも減りもしなくて、でつまり今の日本の国土っていうのは徳川時代型でやるならばね、あれ寒冷期ですよね、これからまた起こるけれども、その時は2700万人ならどうにか生きていけることになるわけです。それに近代農法だとかいろんな技術をね投入したら4000万とか5000万は可能かもしれないけれども、自給率はね今でも6割と見てもいいんです。ただしそれをね7割8割にできるかというとこれはまた大変だから、おそらく不可能に近いんで、まあアメリカさんあたりに頭下げてでももらわなきゃいけないっていうことになるんですがね、アメリカだってその気候がどんどん変わってるからね、今の収量を維持することはこれからだんだん困難になりますね。そうするとおそらく割り当て制になりますからね、まあヨーロッパは親類だからこのくらいやる、日本はまあ友達だからこのくらいだってね、そうするとおそらく半分ぐらいに落とされることはあり得るわけです。それがいつ起こるかといえばこの 10年はかからない。ですから今世紀末のあと20年も経ったら、人口がこれだけになって食い物がなくなるだろうなと思ったら、非常に悠長な考えでね、おそらく来年もうどうせ備蓄が6スポないんですから世界的に、そうすれば来年の収量がこのくらい落ちたっていう瞬間にね、アメリカは日本はこのくらいにしてこれ以上上げられませんっていうね、その瞬間日本ではもう狂ったような状態になるでしょうね。国連の統計によりますと現在の地球人口43億人はわずか19年後の紀元2000年には62億人にまで増加すると言われています。そして100年後には世界中が日本並みの人口密度になると予想されています。となると限りある地球上の資源では不足することは目に見えています。そこで実は人類を宇宙空間に移住させようという計画が現実に科学者たちの手によって推し進められていることが分かったんです。宇宙科学研究所の大林達三教授はスペースコロニーの提唱者の一人である。スペースコロニーっていう考え方だね、宇宙にね地球の人類が住んで活躍すると、いろいろの生活をするというような場所を宇宙空間の中に我々が作ろうではないかと、アメリカのプリンストン大学のねオニールさんっていう先生が考え出したアイディアなんだけどね、お月様やね火星は小さすぎると、だからもっともっと広々とした場所が必要、ラグランジポイントっていう特別の場所がある、太陽の引力と地球の引力がちょうど釣り合ってると、その場所は、ね、ものすごく広く何十万キロメーターというような場所がある、そのラグランジポイントというのは、まあ人間が住むためにはエネルギーね、あるいは資源がいる。エネルギーはどうするかというとね、太陽エネルギーを使われる。資源はどうするかっていうのはね、これはね、お月様を使われる。お月様にものすごい資源があると。それはね、どれくらいのお金がかかるかっていうのがね、100年以内に全部宇宙に住むようにする。いっぺんに住むんじゃなくて、だんだんに送っていって、全部が外に住むようにするのにいくらかかるかと。いう計算をした、世界の GNP の 1% 現在の世界の GNP っていうのは2000兆ぐらいですから、まあ、1% 20兆、まあ大変なお金ですけどね、軍事費はね今ねどれくらい使ってるかというとね、日本で議論してるのは 1% じゃない、
でしょ。そうすると世界中平均しますとね、GNP の約 6% っていうのが軍事費に使われてると。ところが今言ったようにそのスペースコロニーを作る投資額っていうのは GNP の 1% だって言うんですよ。でそれで可能だ。だからね、場所もあるエネルギーもあるね、お金もなんとかなりそうだと。最後にね、一番難しいのがそれは何だというと ね社会の意思って、もうちょっと平ったく言えばね、みんながその気になるかって、これが一番難しい。だけどね、その気になってくれなければね、100年以内にあるいは50年以内に僕らが想像もできないようにね、人殺しをやったりひどい目に遭うんですよ。月の地平線上を登ってくる地球、この私たちにとってかけがえのない美しい惑星地球が今人類自らの手によって滅ぼされようとしている。ではどうすればいいのか。その答えは私たち一人一人の心の中にあるのです。